陸上女子やり投げで昨年の世界選手権覇者の北口春香が4日、都内で行われた所属 JAL のパリ五輪壮行会に出席。約100人の社員からの激励を受け、パリに向けて頑張る力になったと満面の笑みを浮かべた。壮行会にはフェンシング男子で東京五輪団体金メダルの加納浩輝も出席。フェンシングの普及に尽力し、加納浩輝杯も開催している仲間を見て、 いつか北口榛花杯やり投げだけの試合はあっても良いかもしれないですけどやるならもっと幅広くやりたいかないつかできるといいなって思いますと青写真を書いた今後は世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ2戦の中で調整していく予定で65メートル付近まで投げられたらとシーズンベストをターゲットに状態を上げていくつもり優勝が期待されるパリ五輪へ 金が一番良い色なので、やるからには金メダルを目指して頑張りたいと思いますと